バクスター軍はアメリカ合衆国アーカンソー州の北端中央に位置し、ミズーリ州と接する軍である。北部にはブルーショールズ湖とノーフォーク湖という州内最大級の2つの湖があるので、日湖地域と呼ばれている。南側の境界はノーフォークテールウォーターとバッファロー国立河川である。2010年国勢調査での人口は41,513人であり、 2000年の38,386人から8.1%増加した。軍庁所在地はマウンテンホーム市であり、同軍で人口最大の都市でもある。マウンテンホーム市は雑誌フィールドストリーム全米第2位の釣りの町にランクされた。今日のバクスター軍は退職後の地及びリゾート地として知られている。郡内にあるビッグクリークゴルフコースは 雑誌、ゴルフダイジェストで常に5つ星が付けられており、ゴルフ場充血にも入っている。アーカンソー州では4年連続で、パブリックコースの第1位にもなった。バクスター軍は1873年3月24日に、州内66番目の軍として設立され、軍名は、第10代アーカンソー州知事を務めたエリシャ・バクスターに、ちなんで名付けられた。バクスター軍はその全体で、 マウンテンホームショート試験を構成している。軍内で発行される週刊誌ザ・バクスター・ブレティンは新聞事業協会から発行部数1万部以上の国内週刊誌で1973年の最良の週刊誌に挙げられた。当時はハロルド・イー・ーマーティンが発行しており、週内最大の週刊誌だった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は586.74平方マイルであり、この内陸地554.36平方マイル、水域は32.38平方マイルで、水域率は5.52%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アーカンソー州の軍はさらに軍区に小区分されている。各軍区には、未編入領域と、 変に渦み自治体がある。現代の軍区には、その維持目的が限られたものになっている。アメリカ合衆国国勢調査局は軍区をもとに、人口を集計している。また、経図調査など、歴史的な目的には、価値がある。一つ以上の軍区に入っている町や都市は、統計調査に基づいて扱われる。バクスター軍の軍区は、書きリストの16区である。ありがとうございます。